皆さんこんにちは。ということで、これ恒例動画みたいになっちゃいましたけど、はい、もうコーナー化するしかないですね。私 A は本当に無課金でドッカンバトルやってるのがコーナー動画のネタ、本当ありがとうございます。ということで、俺がまあガシャ動画を出していいキャラクター引くと、いるんですよ、いるんですよ。どうせ課金だろ、いや課金してんだろと、ね、言われております。そうなんです、私は課金してませんっていうかね、それ課金してる人にね失礼だと思います。普通に俺自体は最初からもう無課金でやると決めて、ずっとやってるんですが、まあ課金ねしなくても、まあ、楽しめるゲームだったらいいなっていう、まあ軽い気持ちでこのドッカンバトルを始めたわけなんですよ。もちろんドッカンバトルって結構ね課金ゲーとか言われたり、課金されてる方多いんですが、まあ強い動画を見たかったら、そういう方のね、動画見ていただければいいと、俺は思ってます。まあ、ただね、無課金で、まあ、やられてる方も、中にはいると思うんですよ。まあ、その方たちのね、何か、参考になればいいかなと思いました。まあ、結構ね、言われるんですよ。無課金でやってる方がいないので、って言われるので、まあ、今後もね、逆にそういうお声をいただくと、まあ、これからも無課金でやっていきたいなと思うんですよね。でね、これだけはね、ちょっとね、思うことがあります。いいのが当たると課金してる人に、悪いだろうとか、それ意味が分かんない。もう俺も大爆笑っすよ。そこがねガシャなので、運っていうのがまああると思うが、人それぞれなんですよね。ただ課金の人に失礼だろうとか、逆に俺を課金と疑ってる人、だいぶ課金してる人にね失礼なんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、まあ、皆さんが見たいのは、まあ、購入履歴だと思います。まあ、購入履歴がね、まあ、消せるとか消せないとかよくわかんないこともありますが、俺はまあ課金しないんで、それが消せるのかどうかもまあ知りません。ただ、ゲーム画面で皆さんに実際にこうね、お見せすることが一番いいのかなと思い、今回ね、こんな動画、もう俺多分これ撮るの3回目とかじゃねえかな。ほんとコーナー化していいかな、これ。まあ、そういうね、課金しただろうとか言ってくれると、本当に俺は、動画のね、ネタになって本当ありがたいだけなんですよ。なのでね、変に叩きたかったら、逆にそういうこと言われない方が、何もね、言われない方が俺には、苦痛なんですよね。言っていただけるってなると、やっぱ動画出そうって思いますんで。はい。どこだっけ？オプション？オプションじゃない。ヘルプ。ヘルプ。購入履歴ね。いきます。はい、こんな感じですね。購入分0。で、無料分が182個。まあ、もちろん俺課金は悪いとは一切思ってません。まあ、好きなゲームに、使うっていうのは、まあ、それはそれでね、俺はね、いいと思います。むしろドッカンバトルのおかげになってると思います。コメントで見たんですけど、3ヶ月前のものは、なんか購入益が消えるとか、なんか、そういうことも書いてありましたが、課金してる人がね、いきなり3ヶ月間一切課金なしでやることってどうすか、気持ち的に。3ヶ月だったらいろんなイベントありますよね。俺だったら最初から課金したら普通に課金します。まあそんな感じですね。まあいつもね、応援してくれる方とか、コメントの方でね、課金してませんよとか言ってくれる方、本当にいつもありがとうございます。ただその言ってくれてる方たちに、何か文句をつけたりしてるというか、されてるのがすごい悔しい。別に俺に対してだけだったらいいんだけど、その、まあ、応援してくれてる方たちに、言ってる歯がね、俺は許せませんということで、まあ、課金だろとか、そういう言ってるやつのためじゃなくて、応援してくれてる方たちに、この動画作りました。こんな感じで、よろしいでしょうか。ということでね、これからも応援してくれる人は応援していただいて、まあ、課金してるだろうとか、ね、言ってくれてる方はまあいいんすけど、逆に俺課金してるように見えるんだと思って、俺は嬉しいと思います。それはありがとうございます。まあ、コメント欄ね見て不愉快に思ってる方たち、たくさんいると思います。なので皆さん、つまらないコメントは触れないようにしていきましょう。俺も一切触れませんので。ただ味方に歯が立った時には俺も
出します。まあ、そんな感じで、これからもよろしくお願いします。購入履歴コーナーでした。ありがとうございます。